馬長と宝徳の分岐点はどこだった？正史三国志を追いかけてみる。金馬長と謳われる馬長ですが、実は正史を追いかけていっても三国志演義を見ていっても、その結末にはなんだか物悲しさを感じる終わりを迎えるのは皆さんご存知の通りかと思います。しかしその一方で、かつて馬長の、そして馬頭の配下だった宝徳は、最後は忠臣と謳われる華々しい最後を迎えています。今回はこの2人について少しお話ししたいと思います。馬長と宝徳について。正史から、宝徳は馬長の父親の馬頭の配下で、馬長と共に行動していました。馬長が曹操に敗れてからずっと付き従っていましたが、長老の元から劉備に仕えた際には道を違えています。正史でも実はこの際になぜ2人が道を違えたかはよく分かっておらず、資料によって様々です。一般的には病気で馬長についていけないまま長老の元にとどまり、その後曹操の元に宝徳は行くことになります。馬長と宝徳について。三国志演義から。三国志演義を見ていくと、宝徳は馬長の参謀のような位置におり活躍します。その後長老の元に身を寄せるのは同じですが、こちらは病気のためにそのまま長老の元に身を寄せ、その後曹操に気に入られたこともあり、策略によって仲違いさせられ曹操に下りました。馬長は職に身を寄せ、宝徳は曹操に受け入れられる。ある意味で2人の命運が分かれた瞬間ですね。その後の2人、ただしここから2人の運命はだいぶ分かれます。というのも、正史でも三国志演義でも馬長は職に基準してからの活躍という活躍の記録はありません。謀反を企んでいた人物の密告をしてことが起こるのを防いだことくらいでしょうか。対して宝徳は魏の将として、宋仁らと高温による燕の反乱鎮圧を行ったという記述もあり、ここから繁盛に駐留していたことがわかります。馬長の最後、その後馬長は亡くなり出番はほぼ終わります。宝徳の退場も同じような時期とはいえ、宝徳は関羽との戦いで内通を疑われるも、忠義を曹操に示し関羽との一騎打ちまで行われています。また弓矢で関羽を負傷させるのに成功するという武勇を見せつけ、水攻めでの絶望的な状況になっても抗戦し続ける強胆さを示し、捕獲されても命乞いも降伏もせず、その首を撃たれました。馬長は職で不安を感じていたと思われる記録もあるので、もしかしたら基地の宝徳の最後を知っていたかもしれません。そう思うと彼が何を感じていたか少し胸が苦しくなるところです。残される印象と、ここまで比較するように述べてしまいましたが、宝徳という武将は実は少し特殊な武将です。なぜなら彼の評価というのはその最後に全てが詰まっていると言っても言い過ぎではないほど、主だったエピソードも主に最後に詰め込まれています。だからこそ宝徳は評価されているとこもあると筆者は思うのです。また物語でも演出しやすいからか、三国志演義でもこの場面は大々的に描かれている印象ですね。もう一人、右近。そしてもう一人、馬長だけでなく正史でも宝徳と比較されてしまった人物がいます。そう、右近ですね。彼は最後に至るまでに様々な功績があったにもかかわらず、最後で仕方のないこととはいえ敵に下ってしまったことからやたら非難されています。また曹操自身もこれについて、宝徳に及ばないとは思わなかったと嘆いたことで、歴史にもそこばかりクローズアップされているように思うのです。そうでなくても歴史というのはやはりその最後が目につきます。しかしそこだけでなく、それまでに何をしたのかもその人物の評価として見なくてはならないと思います。そしてそれを踏まえて考えると、より馬長の人生に悲哀のようなものを感じてしまうのですよね。宝徳の違い。最後に少し宝徳の最後について。正史三国志と三国志演義は違うというのは常識かもしれませんが、そこからさらに生まれた吉川三国志、そして吉川三国志を参考にして描かれた横山三国志、この吉川三国志と横山三国志では宝徳の最後が少し違います。吉川三国志では宝徳は曹操への忠誠心から関羽と戦い続ける道を選び、あくまで敵として対応しました。対して横山三国志では宝徳は曹操への忠誠はそのままに、
しかし武将として関羽に敬意を払って最後を迎えます。これはあくまで筆者の好みですが、横山三国志版の解釈がここは好きなところですね。三国志ライター千のひとりごと、今回は馬超と宝徳について少し2人の生き様を振り返ってみました。だけど振り返ってみて分かったのは、自分の居場所を見つけられたように見える宝徳と、実は職でも己の身の置き場を悩んでいたかもしれない馬超の図。金馬超の人生の陰りはどこからだったのでしょうか。しかしこんな風に華々しいだけでなく悲哀も感じさせるというのは、ある意味で三国志の魅力かもしれませんね。